こんにちは、ははあ、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 鍵開けならず、こんにちは。アシュルモンさん、キラキラありがとう。ラピュー。ラピュー、ジノマサキさん。ラピュー、ラピュー、ラピュー、キちゃん。キサ、ナミュー、ジノマサキ、ラララララララ、やったぞ、ラピュー。こんにちは。ねえ、寒いんやけど。どういうこと？ちょっと今から片付けするわ。ひびきは今から片付けします。写真見に来ました。見せません。もう思ったよりブスすぎてさ、やってられなかったんだけど。なんかさ、普通にさ、免許のさ、革新今日めっちゃ可愛くしてたのにさ、なんか全然漏れなかった。リップしなかったよ。今やった。グリーン神ありがとう。シギさん、ナンピュー。猫結婚してやだ。吉井さん、ミサキラキラありがとう。今仕事終わった。晩ご飯何食べよう。何食べるの。響きはさっき帰ってきたんだ。今日はね、今日は朝から何時に出たっけ。私は11時50分ぐらいにお家を出て、でそこから免許更新に行って、んで終わったのが何時だったっけ、5時前ぐらいで、そこから一人でアウトレットに行って、お買い物とかして、んでさっき帰ってきました。もうね、疲れましたよ。雨だったし、足がもう痛くて。はい、そうなんです。くまねパパ、ピーナッツありがとう。ありがとう。水曜団体見てる。見てない。クロちゃんのやつでしょ。見ようかな、後で。カリナアトレタとか行ったよ。メイクの講師、カラコン禁止だよ。多分ね。カラコンさあ、してってないかわかんないけど。ダメじゃなかった。どこの、あ、適しませんって書いてある。ダメらしい、多分。僕の東京の僕隊って配信なしらしくて、そうなの、なしなんだよね。本当に悲しいよね。せっかくだったらすごい配信やってほしかったけど。友達が見に行く。本当？まあ、お友達さん、楽しんでいただけると嬉しいな。お、よく免許した。そう、行きました。ちゃんと。ノアイさん、波嫌なの？多い、嫌だよ。牛丼とかになっちゃうの？今日、今からだと。いいじゃん。牛丼食べな。中尾のさ、唐揚げ丼が美味しかったよ。この間食べたんだけど。めっちゃ美味しかったから食べてください。音が可愛いから、これ以上、漏れない。漏れるよ。漏れさせて。キーチさん、ハンターありがとう。ねえ、見て。ヘアビューロン。もう本当に世界一惜しくて、もう嬉しい。本当に嬉しい。ヘアビューロン、世界一欲しかって。嬉しいんですよね。えへへ。うふふって感じ。シーさん、ハンターありがとう。シーツハタありがとう。グリーンハタありがとう。ヨシイゾンビさん、かわいい。ありがとう。シーツはキラキラありがとう。ヨシイゾンビさん、ピーナッツありがとう。ルパンさん、キラキラありがとう。ちゃんちゃん、くまちゃんありがとう。トヨナカのイラさん、ウィンヨー。1月中に行っただけで偉い。そう、2月中は絶対行かなくなるだろうなと思って行きました。ちゃんと。行きましたよ。6周年おめでとうございます。今ですか。そうだしさ、ナビア。ピーカー結婚して、やだ。嫌だしないもん。ありがとう、でも。うれちいたんだよ。しんいちさん、神谷、ありがとう。よしいざみさん、かわいい。ありがとう。ありがとう。たなたなさん、ハート、ありがとう。たなたなさん。ひろしさん、ハート、ありがとう。猫、神、ありがとう。ひろしさん、ハート、ありがとう。しぎさん、かま。ひろしさん、ハート、ありがとう。
ティーカー神ありがとう。東京公演外れでした。なんで？結構ね、あれだね、外れてる方が結構多くてびっくりなんだけど。どういうこと？なんで？なんで外れるの？かなっちいたんだよ。ひろいさん、とありがとう。しかもね、配信ないしね。一般があるんじゃない？まだ。よく行ったね。もう行くの。行くなる方。行くよ、ちゃんと。ひろいさん、ありがとう。ステイさん、ヘイヨー。ルパンズ、パチ、キラキラ、ありがとう。ひろいさん、ありがとう。東京は、夜当たりました。作った一応持っていく。嬉しい！おめでとうございます、夜。頑張りますね。絶対うちは見つけるね。絶対私を見ててね。嬉しいよ、嬉しいよ、本当に。まさかつだな、ビュー。うちらへん、仲良ない？あ、そうなの？悲しいね。そう。自分ね、買ってないです。誕生日プレゼントで。もらいました！嬉しい。嬉しい。本当に嬉しい、これ。もう本当にこれはもうずーっと、もう高校生ぐらいから本当に欲しくて、ヘアビューロンがね。もう本当に欲しくてたまらなかったんですよ。ほんまに嬉しいですって。ほんまに、もうテンション爆上げ。そう。嬉しい、これ。唐揚げ丼美味しい、めっちゃ美味しい。ステイさん、キラキラ、ありがとう。しのまさきさん、ありがとう。返してカープさん、キラキラ、ありがとう。メイク、ウィーヨー、サトサナビュー。広島の中、ちょっとあんまり1位になりすぎです。いや、確かに。だからね。今日が、ステイ予定のメジャーデビューの暗闇の、あ、そういうこと。あ、そういうことね。びっくりした、今。どういうこと？と思ったら。て、そういうことね。今日、お手紙かけ直したの明日送る。早く届いてほしい。え？早く見たい。早く見たいよ。早く見たいよ。楽しみにしてるね。みっさみさん。いっせいさん。キラキラありがとう。ティーカー神ありがとう。ハモコさん、いいよ。一般がまだあります。ファイティン。ファイティン。そう。まだ一般があれば生きていける。まだいけるよ。一般残ってますから。どんなかのひらさん、キラキラ。次のやつありがとう。あーさんのビュー、小山ちさんのビュー。名前が見れず可愛い、ありがとう。ボムにした端に毎回来てる気が、確かにそういうの嬉しい。ボムにしてからね、来てくれてる熊のパパ、ありがとう。ネムアティティアネさん、ハートありがとう。名前が見れずだるま、ありがとう。ハートありがとう。エムアティティアネさん、キラキラもありがとう。ありがとう。名前が見ないぞ、だるま。ありがとう。かやまちさん、かわいい。ありがとう。かぼちいい。イェイ。だるまさん、いいよ、へいよ。え、待っていたいです。神、ありがとう。ありがとうございます。かやまちさん、ラブ、ありがとう。あ、そういえば、今日ガチャガチャしたんよね。今日ガチャガチャして、バッグの中に大量にさ、いろんなものを詰め込んだから大変大変。見て見て、今日クラウンしんちゃんのガチャガチャしたんですね。で、私が欲しいやつは当たんなかったんですけど、一回だけガチャガチャ回してきた。一回だけね。偉いでしょ、一回でやめるの。ガチャガチャをするならちょっと服買おうっていう精神で。でもこれちょっともう一回したかったなーと思った。クラウンしんちゃんのガチャガチャなんだけどさ、普通にさね、なんかね、マジでちょっとアクション仮面ってどういうこと。アクション仮面確かに可愛いんだけどね、確かに可愛いよ。でも響きはクラウンしんちゃんが欲しかった。見て見て、こんな感じ。こんな感じでね、めっちゃあるんよ。私はね、何のクレヨンしんちゃんが欲しかったかっていうと、しんちゃんチョコビーが欲しかった。しんちゃんチョコビー、これが欲しかったんですよ。そしたらアクション仮面だった。可愛いからいいけどね、アクション仮面もつけたら可愛いね、アクション仮面。まあいいか。そんな、まあ、こんな感じでね。しかもちっちゃいねこれ。ちっちゃい
まあまあ可愛いけど、可愛いからいいけどね。今度見つけたクレヨンしんちゃん絶対しよう。小山ちゃんラブありがとう。 MRT たやるさ神ありがとう。猫ハートありがとう。モッティーてやるさ神ありがとう。ジャッキーさんラビュー。小山ちさんくまちゃんありがとう。ヨッシーさんラビュー。しおりさんラブありがとう。ヨッシーさんこんばん。え東京一般もあっても、え嘘、ファンクラブと一般同じタイミングで申し込みってどう。えそうだったっけ、マジか。あらまあ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 、まあ、あれもう私はいつも通りだと思ってたわ。ありゃそうなの、えショッキングなんだけど。マジか、もうじゃあ猶予ないってこと。しおりさんキラキラありがとう。小山ちさんとうとうありがとう。 MRT たいぬさんラビュー。カフェさんこんばんは。しきさん今日も可愛いねありがとう。小山ちさんありがとう。ピーナッツありがとう。ファンレターちゃんと届いた。え、ファンレターちゃんと届くよ。うん。でも、あのね、一回取りに行ってから、それからまだね、届いて、まだ手元に来てないやつもあるけど、そうそうそう、ちゃんと届いておりますよ。もこさん、あと、ありがとうありがとうありがとう。アイリスさん、こんばんは。ジャッキーさん、神、ありがとう。ナオさん、ラビューラビュー。またしんちゃんのガチャガチャした。そう。しんいちさん、ありがとう、だるま。よしいぞみさん、キラキラ、ありがとう。ねむねむさん、ひんよー。次のファンネタは、クランしんちゃんで送る、クランしんちゃんかって。中身は男の子じゃないんですけど、どういうこと？私？よしいぞみさん、くまちゃん、ありがとう。ついなるんだ。ブリブリザイモンじゃない。アクション仮面。だった。けいさん、結婚して、ありがとう。ありがとうだけど、しないよ。ありがとうだけど、しないよ。東京諦めて広島の公演にたくさん参加します。来てくださいね、絶対に。待ってますね。カフェさんハットありがとう。しんちゃん映画何が好きですか。あの20世紀あのあれが好きです。あの大人王国、大人王国あるじゃん。なんかあのミサエとさヒロシがさ子供になっちゃう、20世紀にがいいみたいになって子供になっちゃうやつが好きです。なんで？さっきまで日本語だったよね、これ。く。メイン。どれだったっけね、あのあれだよ。悲劇はね。ヒビキが一番クロンシンちゃんで好きなのは、あ、でもね、なんか結構あるんだよね。でもやっぱり一番ヒビキが何回も見てるのは、あの、焼肉ロードも好きだな。20世紀博。あら？なんでないの？あ、これか。猛烈。猛烈だ。嵐を呼ぶ猛烈大人王国の学習が一番好き。一番それが好きで、で、あとはね、あれも好きだよ。B 級グルメも結構好きだし、でも全部見てるんだよね、私。
焼肉ロード戦国大合戦もう結構漫画持ってる。たま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 だっけ、しん黒国のたまたまなんとかってやつも結構、あちゃうわこれちゃうわも好きですね。面白くてクラシンちゃんは何でも好き、しんちゃんの映画大好き、全部見たよ本当に。かやまちさんが結婚してありがとうでもしないよありがとうありがとうだけどしないんだ。しけさんすきめんねるい、よしさんトレードだねって、だいちゃんこんばんは、りんくんさんラビューまでトレードから、あはいはい、なんかあるよねトレードってやつかね、なんか響きはちょっとよく分かってないんだけどさ、だいたい6日から始まるね、あるよね。さしきのすーさんラビュー、じいちゃんさん結婚してしないよじいちゃんさんありがとう、結婚しないけどありがとう。帝国さんへんよー、グリオさんラビュー、さしきのすーさんすーひーちゃんこんにちはラビュー、ひーちゃん忘れてくれてありがとう、水かぶってきます、忘れてないよ忘れてないよ。カジマルさん、シキマンルルン、ヒロシさん、キラキラありがとう、ワイニーにはファンレター用紙がありませんどういうこと、ワイの愛のファンレター届いたんか、いやただのバースデーカード、え、バースデーカードは結構前に届いてるじゃん、めっちゃ前言ったやつ届いてますよ、余裕で読みましたよちゃんと。ピッチャーさん、シキマンルルンルルン、テンさんのビュー、大人の子わかりみねえ、キーパソコン、そう今日日々キーボード買ってきたんです、そうあのタブレット、あのパソコン好きで響き、そうパソコン打つのとか大好きでさ、でパソコン買うのは高いのでタブレットにキーボードをつなげようと思ってずっと買いたかったんですけど、今日やっと買ってキーボードで練習しようと思って、そんなにパソコン打つの早くないからさ、普通にさ高校商業科でさ、であのパソコンの検定とかもあったのにさ、普通に漢字が読めないから落ちました、漢字が読めないから、そのせいで打つのはできるんですよ、ひらがなとかだったら、でも漢字が難すぎて読めなくて、え何この漢字とかやってたら落ちました、全部ショッキングだよね。なんかグリーンティーカードでいいから簡単でも毎月送りたい、頑張ってねって、グリーンティングカードって何、あ再販の決算引き続き手続き今日までだった、ええ生産手続き、えやばいやばいやばいよって、てて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 てクラムちゃんさが好きめんねるん、ええ髪型かわいい、かわいさんにびっくりして本当ありがとう、鈴木さんありがとう、嬉しい嬉しいね、マイケルさんかんまゆうちさんなピュー、しんいちさんだるまありがとう、田中のひらさんハートありがとう、ピアムさんなピュー、はまこさんハートありがとう、で私 X 載せたいんですよ、もう1時間前にさ、あ見てくれてるね、1時間前ぐらいからさ送ってるんですけど、今回の X は見てほしい、めっちゃ今日出す X はちょっと面白いので見てほしいです、面白いっていうかすごい懐かしくて誰にも見せたことがないので見てほしいかも、え確認されてるんじゃないんですか、マイケルさん神ありがとう、タモコさんハートありがとうございます、今日も可愛いビクチャコマライブから帰ってきて配信見に来て、おお疲れお疲れ様です、大人っ子が一番、いやそれな、もう一回見ようかな、今日もおかえりかフード姿見た、今日ねフードを持ってないんですよ、ここには今直しちゃった、グーグーさん、グーグーさんじゃないわ、グーグーありがとう猫、コナンさんラビュー、レオさんラビュー、アトムさんラビュー、ハチッチシキメンデル、仮面落ちた、え仮面落ちたの、マジか、でも大丈夫だよ、私も一回落ちてるから、一回響きも落ちてるから大丈夫、仮面は2回目で受かるよ、大丈夫大丈夫、仮面落ちてて受けるとか言っちゃってるし大丈夫だよ、大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫。ひーがパソコン以外、そうだよパソコン商業やってたから。漢字がやめ、そう漢字、そう漢字がねダメだった。関係受けたら関係受けるわけないじゃん、漢字読めないんだから。でもタイピングが早くないけど、ノンモニターで普通に PC 使って仕事して、すごっ。タイピング私もね、漢字が読めたら早いんだけどね、どっちかっていうと。かやまちさん、コーチありがとう。ゆいちゃん、キラキラありがとう。グリーティカード、まあ要するにこの前送ったカードみたいなやつ。あ、そういうこと。ほうほうほう、いつも癖があるのよ。え、癖？黒秋さんかな。初見です。こんにちは。はじめまして。ST48 研究生の浜田響です。こんにちは。キピーさん、こんばんは。2月からひーちゃんメール取ります。取ってください。私も2月から自分のメールを取ります。はい。え、自分のさ、メール取りたいんよ、2月から。その場合はいつ取ったがいいのかな？2月の初めに取るよね。こんばんは、ヒスピーさん、へいよー。ゆいちさん、神。え、まだ確認。え、もう11時前には送りたかったんだけどな。ゆいちさん、神ありがとう。話し会の決済は今日までですよ。今日までですよ。間に合いますよ。お願いします。あちちキラキラありがとう。ステイさん、ピーナッツありがとう。ヘザーちゃんさん。へよー、こんにちは。こんにちは。こんにちは。父、神、ありがとう。ありがとう、たくさん、神、嬉しい。ありがとう。たくさん、ありがとうござります。ありがとう、ありがとうございます。じゃ、今日も帰から、アバターのメイクまで掘りちゃってる。この間も言ってたじゃん。うれちい。うれちいたん。え、今日私はチキン南蛮を食べました。てか昨日もチキン南蛮食べて、今日もチキン南蛮食べました。定食のチキン南蛮大好きだから。ゼリーを食べてます。一回変化球的な不安出た。寝落ちで高め、知れた。紙書くの2回目からもなかなか難しくなってくる。え、そうなの？何も気にしなくて送っていいんだよ。何気に最初からひーちゃんのメール取ってるから、昔を見ると笑う。え、嘘。え、てか響のさ、前のメールってやばいよね結構。に今もさ、なんか結構やばいメール送ってるけどさ、でも最初のさね、あの件名のところがね、ちょっと癖強い感じだったんですけど、最近はね全部絵文字な気がする。絵文字で表してるから。今日パーカーないねん。これは確認 OK じゃなくて、うっうふふいこれでいいや。ティカ、神ありがとう。ありがとう。ついでちゃった。マタレさん、ラビュー、ラビュー。ラビラビー、ラビラビー、ラビラビー。ラビラビー、懐かしい。放課後ホームルームとかね。放課後ホームルーム、懐かしいね、もうすでに。すで懐かしい。あ、来た。すで懐。ふふふふ。いや、面白いですよ。マネージャーにチーカーのあのみたいな知ってる顔のスタンプを送ったら返信が返ってきました。嬉しい、よかったです。よし、響きは今から出すから見てくださいね。書くのはやっぱり、いや、それな、確かにちょっとね。ヒロさん、好きめでヒーがヒーちゃんが歌った歌で泣いたこともあった。え、
やばいやばい。泣いたこともあった。あ、なんか来たでしょ。見てくださいね、ぜひ皆さん。顔はないですけど、今回は見てください。これね、いつか出そうと思ってて、前あのなんだっけ、あの写真見てたらさ、これ撮ってる写真が出てきて、これ絶対使おうと思ったんですよ、載せようと思って。癖のある字やな。いや、それな、汚すぎてやってらんないよね。今もっと綺麗だから、今は綺麗ですよ。これで嫌いにならないで。これ小6だから、小6だからね。これで、てかさ、本当にこういうの響きめんどくさがりすぎて、なんか短いんだよね。てっててってん、ワンさん、ラピューラピュー。さっきね、リサコからチョコレートとね、ゼリーもらったのを食べます。うん、うん、めっちゃチョコレート、マイブーム。どういうこと、マイブーム、マイブーム、マイブーム。焼きもちの答え、これは説明文に書いておけばよかった。これは埴輪の歌があるんですよ、調べたらできるんだけど、私がその埴輪の焼きもちの答えっていう歌にハマってて、めっちゃいい歌ですよ。いい歌ってか、めっちゃ好きで、そう、これどんな歌だったっけ。そう、気持ちの答え、小6からカレーうどん、カレーとうどん好きなのよ。いでしょ。いや、マジで本当に好きなんです。で、この頃からも、あのこの頃からもすでにもう豊かうどんのカレーうどん大好きで、だから書いてるんですよそう、もう小学校、いつから行ってるかわかんないけど、本当小学校の頃から行ってるから、カレーうどん食べにね、なんか今でも好きなのがすごい。ステイさん、ツナピーナッツありがとう。うん、たちのひーちゃん、アイドルになったよね。低いんだよね。ゆうちさん、神ありがとう。ワンさん、神ありがとう。ゆひえさん、神ありがとう。へいよー。まいよーさん、ラビュー。仕事に集中していくよ、頑張って。ついでんさん、ハニワ懐かしすぎて笑うね。ハニワ私大好きで、本当に世界は恋に落ちているとか本当に一生聞いてて、あと告白予行練習とかもう、もう大好きでした。ゆうさん、キラキラありがとうね。漢字が多くてびっくり。ねちんさん、こんばんは。2月前半の神の山祭でもある関係で、平日でもアイドルライブが多い。あ、そうなの。トーダスは神ありがとう。埴輪の歌初耳。え、そうなの。どんどん何ワレスさん、好きなんでる。結婚して、結婚しない、でもありがとう、ありがとう、嬉しいよ。コータさん、ラビュー。つのまさん、間に合ったぜ。高田は出前ないのか。ないよ
うん、ねえ、チョコレートがここに挟まってる、チョコレートがここに挟まってる、助けて。その辺み可愛いよね、ありがとう。可愛い小山ちゃん、神ありがとう、つのめさラビュー、ありがとう。小山ちゃん、神たくさんありがとう、ありがとう。美容師って小学生からの夢だった、そう夢だった、小学生からの夢だった。ありがとうって言いに来た、ありがとうありがとう、大好きありがとう。ね、今は言葉変わってるよ多分。今はね、何が言葉好きだっけ、まあまあまあ。心拍さん、ランビューポケモンセンターで便箋、便箋ゲットしたぜ。え、もうちょっと待っててね、待ってるね、めっちゃ待ってる。小平さん、へいよーくちゃんさん、ランビュー。小平さん、ココアありがとう、ありがとう。豊川さんのカレーうどん食べれないと後悔する、いやほんまにマジで食べてください。つなさん、とうとうありがとう。ごめん今来た、何が挟まったら、とりあえずきな粉を口に流し、やばすぎ、私のことをね、ね、何する気ですか。チョコが挟まって喉がなんか熱い、苦しい。うーん、ゼリーでチョコレートを流し込んでいるけれど行かない下に。のぶいちさん、お花ありがとう。のぶいちさん、神ありがとう。しんいちさん、神ありがとう。ぴゃんぴゃん、すきめんるるん、名前さん、神ありがとう。え、助けて、本当に。私牛乳飲めない、え、のぼーい。つのまやさん、キラキラありがとう。うん、名古屋を超えるカレーうどんなのか、それは食べたい、え、わかんない、それはわかんないけど、それはわかんないけど、私は実家の、実家のっていうか地元のカレーうどん、カレーうどん屋さんじゃないけど、豊川うどんっていう豊川うどん屋さんがあるんですけど、定食屋さんみたいな、そうあるんですけど、本当にそこのカレーうどんが大好きなんです。そう、牛乳飲めないのから鼻つまんで飲んでて、いやそれな、まし、私は鼻つまんでも飲まない、絶対飲まなかった。そう、もう中学校小学校の頃は絶対に飲める人にやってました。そう、本当に喉乾いた時だけ数回飲んだことがあるぐらい、喉乾いてたら飲めるんですよ。でも、もう自ら牛乳飲まないわ、今でも。サポート旅行しに行くしか、もう絶対ね、行ってください。はい。ジェミーさん、ラビュー。最近25歳にもなって、ミルメイクに、ハマってる。何ミルメイクって初めて聞いたかも私。これどうやって日本語にするんだ。ケーキあったらさ、神ありがとう。サネギちゃんも可愛いから好きになっちゃう。私も好き、好き好きって、トゥ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 、ここ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 し、ふん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 、だだなんで？あら？日本語でできたのに、助けて。
つげ尊い、まつげ尊い。ヒルメイク、牛乳に入れるとコーヒー牛乳になる。この、あ、そうなんだ。昭和の給食で言うと、え、初めて聞いた。へえ。いいね、コーヒー牛乳は好きだから飲めるかも。え、むっちゃん、ハートありがとう。ありがとう、チーズ味噌教えてくれて。ご存知ない？ココアやメロンのパウダーを入れるとかする。もうご存知ないよ。ここに、ありがとう、レインボースター。つなまさん、ハートありがとう。えむちゃん、ハートありがとう。関西まちゃんさん、ハートありがとう。実は、豊かな店員さんと、STU の浜田響って子がここの大ファンなんですって言ったら、チェックしますって言ってくれたんよ。いつかサインが、高田に、飾られたの。いや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 。そうなの？私、一回も、ね、名乗ったことないから。ね、ちょちょ、アキーさんのビューとマイキーさん、こんばんは。プラタノさん、ありがとう。こばん、アキーさん、ピーナッツありがとう。 ST アイさん、ハートありがとう。プラタノさん、こばん、ありがとうございました。今日はお先に失礼します。おじいちゃん、お疲れ、おやすみ。じいちゃん、ハートありがとう。ありがとう、ありがとう、おやすみ。じゃあ、ありがとう。プラトナさん、ラビュー。ラビ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 ラ、ラビラビ。なんでかな。あれ？これ日本語にしたいんだけどな。違うよ。マイクさん、おにわさとありがとう。おにわさと、コアチやんなきゃね。ちいちゃんさん、あとありがとう。ありがとう。マイクさん、だるまありがとう。バンジーさん、ヒーヒー。B さん、久しぶり来たよ。ありがとう。ありがとう、お久しぶりです。バンジーさん、お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。ナオさん、ラビュー、ラビュー。だからなんで、カレーの頼んだら辛いですけど。大丈夫ですかって言われる。うん、毎回言わさるよ。そう、毎回言わすですよ。そうそうそう。ね、そんな辛くないよね。めっちゃ好き。辛かった？マーキさん、ハートありがとう。神ありがとう。アメコシできたよ、できた。時間弱頑張りました。うん、カレーだわ。なんか一品ですね。ねえ、マジでね。豊川さん最高。岩崎七、岩崎キャンプの角煮まん。え、マジ美味しいよね。え、マジ？角煮食べました。ゆうなさん、こんばんは。たけさん、こんばんは。3日は仕事なので、会社内でセルフ豆投げの予定。え、いいね。袋ごと行くので、いいね、それはそれで。もう一人で豆まきはしないわ、響き。ワンジさん、何食べよると。え、食べてないよ。で、でも、ゼリーは持ってます。これ、ブルー免許。そう、これでブルー免許。そう、目指せゴールド免許。絶対ゴールド免許だよ、私。そんな辛くないけど、カツ丼とか頼んだら甘いからちょうどいい。え、確かに。本当に美味しいよね。組み合わせ最高だから。え、でも私は、もうカレーうどんを、もう大盛りして爆食いしちゃうから、あんまりね、グワッて食べちゃう。もうなんかね、秒速でなくなるの、美味しすぎて。結構、結構秒速でなくなっちゃう。もう行きたい。もうさ、だからの行きたいよ。響きもつけて。
ねえ、これどうしたら英語じゃなくてさ日本語になった3ヶ月で、なになに、え、違反しちゃったの、あと3ヶ月で、3ヶ月のところで違反しちゃったみたいな感じのやつ、マジか、ショックだよねそれ、めっちゃショックじゃないそれだったら、響きならもう嫌だだらだら、講習めんどくさいしね、めっちゃやだよね、頑張ってきてね、頑張ってきて、靴は美味しかったよね、美味しいよねほんまに、高津市内に高津うどん作ってもらえに頼んで、ほん、いや、なんかもう広島に作ってください、本当にカレーうどん食べた後に余ったルーの中にご飯入れるタイプ入れません、入れません、あたい金魚免許気持ち悪いねえ、金魚免許とか、うーい、ちょっと読んじゃったっけ、金色免許か、金色免許、金魚免許に見えた、金色免許いいですね、ゴールド免許、うーん、三鷹うどんは、全国展開していただけ、いやマジそれな、本当にそれな、広島行きたい、もう絶対広島来てください、いいとこですよって、絶対に広島来てくださいねーって、本当に広島はいいですよ、広島住んでて最高です、最高です、神戸の都市さん、ランビューうっかりはい、ありがとう、神戸の都市さん来たよ、ありがとう、神戸さんハートありがとう、じいちゃんさんハートありがとう、ありがとうね、本当にさ、これさ日本語にするやつ教えて、どうやってすんの、あ、できた。あ、できた。できました。つつつ。たたたたた。ソータさん、キラキラありがとう。シャネイチラタさん、こんばんは。広島ユーフラル。え、見ないかも。見ない、見ない。見ないわ、ジューフル。見ないね、パソコンしよる、そうパソコンキーボード買ったから売れちいたんですよ、僕の15年使った PC で公開しません、しませんえ、でもねこれもう単なるあれだから、キーボードだからいい感じだよ、安いしね、そうできたできたできたよ、なんか簡単にできちゃった、笹尾港も綺麗だ、綺麗だよね、フレッシュメラ坂はまあミニストップはなかったっけ、え、ミニストップもう見ないかも、広島結構ないところ多いよね、ないところ多いが多いですね、じゃあリセのために弾いてよ、キーボードそっちじゃないから、ピアノじゃないからハートフルさん、ハートありがとう、ジリー26さん、ラビュー、広島少ないけどジフルある、広島ねないもの多いよね、ジフルどこにあるんやろ、ああったわ、普通にあった、ありましたね、ジフルありました、結構なんか普通にありました、思ったよりそんな、なんか思ったよりそんなだった、あった普通にあった、ジョフル大好きだから嬉しい、私ガストも行ってたけどそれと同じぐらいジョフル行ってたので、友達と行くときはガストに行ってて、家族で行くときはジョフルに行ってました、広島にはふとなんとかうどんあるか、え、なにそれ初めて聞いたよそれ、待って、ふとなにそれ、うん、漢字なんて読むの、そのまみたいなやつ、それかひらがな何、ミスター中国地方はありません、え、ないの、マジか、フレッシュレモンさんハートありがとう、今更やけど誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日ありがとうございます、ありがとう、お誕生日でしたからね、ありがとう爆笑って言ってありがとう、初手からおばちゃん仲良くなってたくさん甘気してもらったせず、そうなの、いいね、優しい人たくさんだからね、キャニーラピューガガうどん、猫のカレーうどんがおすすめ、いいな、
いやもうさ、もう最高だよね。あった普通にさ、ひらめなくても太なんとかラーメンなんだけど、これどういうこと？太なんとかラーメンなんだけど出てきたの。ラーメンなのこれは、うどんじゃなくて。え、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。あ、ラーメンになってるんだけど、なんかだと思っても田舎じゃないよ。私もガストのポテト好きね。ガストのポテト美味しいよね。太鼓うどん、太鼓うどん、太鼓ラーメンは出てきたけど、太鼓ラーメン出てきたよ。うどんもありますね。何これ、美味しそう。何ここ有名なの？めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃ美味しいしょ。やばいね。ね、めっちゃ美味しそうだね。もうなんかさ、広島行きたい場所結構多くて困っちゃうよね。困っちゃう。へいよー、ジリー26さん。お花ありがとう。こんなに近く行きたいことあるの。え、岡山仙台崎は香川にうどんとミニストップのパフェを食べに行って。え、そうなの？ミニストップのカフェ美味しいよね。メジャーデビュー記念日ですね。ですね。また、学校からお話し帰ったら、佐世保行きたいの行きな、本当に。私も佐世保に帰りたいよ。佐世保、行きたいですよ。もう最近さ、行きたいご飯屋さんがたくさんでさ、もう私は絶対、北体の、北体公園、東京の北体公園までに、とりあえず、目標的には2キロ痩せて、幕張の時には3キロぐらい痩せてたら嬉しいなって感じ。まあ軽くね、やっていきたいと思います。そんな大幅には減らさないけど。じいちゃん、じいちゃんありがとう。香川のうどん、たんもんやには、うどんとラーメンミックスがあります。ミックスなの？じいちゃんありがとう。偉いありがとう。まあできるかわかんないけど、命令とかはやりたいと思います。あいよさちきめんねるーるるー。これから生活改善をしていこうと思ってて、あなたたちは定食屋でしょ。いや定食屋もすごい、そう定食屋もハマってる今。定食屋とあのラーメンとかうどんにハマってるから、よくないよね本当に。ちゃんのことがチキチキラブー、りーちゃんチキラブ、響きだもん、響きもだよ。広島のしか 2.5 ぐらいかな。どういうこと、どういうこと。友達最近ここにいたり、ひぶきちゃん痩せたねって言ってて、言われて、嘘、本当。いや別に体重的にはあんまり変わってないんですけどね、あんまりね、あんまり変わってないと思うんだけど、最近体重測ってないな。ロンリーボイさん、よー、他に取ろうか悩んでる。ひぃちゃん会いに行く、会いに来て、絶対会いに来てください。のぶいちさん、お待ちしてるよ、待ちしてますよ。すーくん、へいよー。ボブめっちゃ好評。ねえ、嬉しい、ボブ。でも本当に自分で、ボブに生きてよかったなって思います。ほんと。くにちゃんのビュー、むりしさん、へいよー。はやたさかま。あ、松田スタジアム前のドラム美味しかった。え？あ、間違った。お堂ラーメン。お堂じゃなくて、尾道だった。尾道ラーメン食べたいよ、私も。私も最近一食始めて、もう一食危ないよね。えもういいな、響きも一食にできる人になりたかった。響き一食ってのが無理なの、無理なの。ねえ一食にできてるの、それで素敵じゃん。ねえ一食危ないからちゃんと食べて、3日間、3食食べて、ね、3日間じゃないです、3食食べてちゃんと。でも私は2食にしてる。2食。まあ、言ってその2食でたくさん食べてるから一緒なんですけどね。しかも外食に行くのはいいことにしたんだ、響き。外食に行くのはいいことにして、その外食に行った時に何を食べるかとか大事かなって。まあ、定食屋さんとかやったらね。まあまあまあ。いい感じだよ。まとめしてやってよ。どういうこと？どんなと広島駅の近くにある山。大和うどんおすすめ。大和うどんって何？
三時のおやつは？おいしそう。もうよくないよ、そうやって響きを太らせようとするんだから。太ってるのに。美味しそう。でもね、言っていい？私が作るうどんも美味しいからさ、全然落ちてもいいんだよね。ひろしさん、ピーナッツありがとう。弥生軒。そう、弥生軒。いや、もう、弥生軒だけじゃない。今日は違うところの定食のチキン南蛮食べたし、昨日も違うところの定食食べたし、そう、いろんなところのやつ。運動間違ったから。運動ね。またこれから、2月から運動が始まりますよ。たくさんダンス踊るから。お好み焼きにはそば入れ、うどん入れる。わかんない。私は九州はうどん入れないので、私が初めて食べた時はうどんを食べましたね。なんか広島風なんだっけ、なんかそう、うどんかな食べたのは。3時のやつは美味しそう。3時のやつ、3時のやつはじいちゃん、神ありがとう。いろいろ食べ物調べよったら腹減りそう。腹減りそう。そらそう。いや、ほんまにそれな。いや、でも私はね、そういう時はね、 YouTube でダイエットのやつがめっちゃ見てる。まあ、でも結局食べるんですよ。そう。でも無理は禁物だから、本当に無理は禁物だから、食べたい時はもう食べちゃう。食べたい時は食べちゃうけど、なんかね、なんか多分なんかダイエットしようと思っても絶対痩せないから、結局ね。そう、だからなんか何も考えず生活してる方が痩せるかなって。なんかね、なんか痩せるを目的じゃなくて健康を目的にしようと思った。響きはなんか生活リズム、早寝早起きとか、部屋をめっちゃ綺麗にするとか、あとはなんか健康にいいものを食べる、ダイエットとか関係なく、なんかそれが一番痩せるんだって。まあそれをできないのが人間なんだけどさ。そう、頑張りますよ。ひびき頑張りたいと思います。うん、はい。どこの定食屋さんが一番好き？まだまだ定食屋さん行きたいとこあるから一番決められない。違う、最初は魅惑の定食。魅惑の定食って何？ジブチャカ一回かないよ。ガスラ一番。電話二番。三時のやつは無名堂。カイドアンジェしたゆびきちゃんたくさん食べる。そうだし、ある意味大変かも。北海道美味しいもの多いらしいもんね。行きたい北海道。健康第一。今自分寿司が知れてダメダメ。リブちゃんなピュー。今の顔近くにいる猫くんの尻尾フルフルしていて私の顔に当たって。大丈夫、痛くないそれ。森尾さん、看板ダイエット成功したら新麺にしようかな。もう新麺でしょ、新麺でしょ。教室から行く
たく戻れないよ。イタリさんカンマを歌わないよ。サラダたっぷり食べるのが健康的かも。え、なんかさ、サラダずっと食べてて思うじゃない。ね、なんかね、何いいんだろうね。結局サラダ飽きてきちゃうしさ。ちくちゃが安心で契約坂とか歌ってるので、ひびきちゃんも歌ってほしい。契約坂好きなんですけど、難しいんで。そう、難しいんですよ、契約坂の歌。和食食べましょう。いや、それな、和食が一番痩せるよね。一曲？最近全くギャル見えないから調子出ない。確かに髪切ってからね、ギャルっぽさはないかも。 99.9 のマシンで私の仕事で乗ってたくまモンのラッピングタクシーが映ってました。私それ見てないんだよね。そして最近3ヶ月で15キロ痩せたけど、人によっては合わないら。え、難しいね。ね、それいいよね。え、でもさ、糖質制限しちゃったらさ、なんか体は悪くしないの？え、なんか、ね、糖質制限ね。ハムドー、ハムドー。いや、歌わないよ。今日歌わないよ。なんか、立ってる時に歌いたいんだよね。なんか、座ってるとね、歌えないんだよね、さっき。なんか、本当にチョコレートまだ残ってんだけど。まりちゃん、髪ありがとう。やっと息ついたから今から晩ご飯よ。太るわな。太らん太らん。サミンダレを聞きたい。もったいないです。マリちゃんピーナッツありがとう。ゆきちゃんがギャルいじりされてるとこ好き。ね、君が言い出したんだよ。君が言い出したんだよ。チッ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 。え、ほんとかわいいねこれね。やっぱ今度やっちゃおう。今度やっちゃおう。ほほほおほほほほほ。あっはあっはっはあっはっはっは。あと何分ある？3、40。ちょ、いいですねこれ。素敵素敵って感じ。ちょっと髪の毛巻いちゃったりしちゃう。これ使いたっかって、今日まだ使ってないんですよ。朝届いたなーって。チッ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 チャーン。アイロン買ったと誕生日プレゼント、イエイ。嬉しい嬉しい。ほぼ1年前に行ったことが今でも言われると思います。いや、それなね。え、でもなんかマネージャーさんたちからもなんか言動が、あの、なんかギャルいみたいな感じらしくて。ね、髪の毛さ、本当に切ってからさ、アレンジをしてないからさ、外羽ぐらいしか。なんかそうやりたいんだけどさ、これが来てからやろうって決めたんだよ。草しか食べない。食べない。食べてもたっぷりになるから。え、そうなの？え、草食べればいいの？ドゥ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 。草。いや、おもろいんだけど普通に。草しか食べない。
やっぱさ、でもさ野菜ばっかり食べてると飽きちゃうんだよね。響き今は口調がギャルっぽい気にギャルって言い出して結構人からではありません。あ、そうなんですね。どっちも言われてんかと思った。ゲンダもギャルいし、メールもギャルが好きだけど、え、ほんと？ほんと？え、てかさ、鏡なくなったんだよね。どういうこと？どういうこと？私さ、白い鏡を使ってたんですよ。そう、白い鏡使ってたんだけど、なんかなくなって、ちょっとピンクの鏡しかない。じゃ、響き、今から髪の毛巻くから。まあ、需要ないけどね、別に。なんでそれ、できてるん？え？だって、だって、髪切るんだもん。さっきもメンバーの髪を切りましたよ。さっきもメンバーの前髪を切ってきました。もうこれ重宝してますからね、私。ほんと前に結構使ってる。自分で前髪切ってるし、需要しかないよね、ほんまに。はあ、最高。ちょっと前髪切ろうよ。いや、切らないよ。誕生日おめでかったね。嬉しかった。ジオしかないよ、ほんと。なぜなくなることがある。ワイヤレスイヤホン。いや、ワイヤレスイヤホンはマジでなくすよね。私も。よくなくしてます。ワイヤレスイヤホン。なぜなくなかった。よろしくない。くちゃんさん、ラビ、めっちゃ刺さない。そう。めっちゃいいですよ。お高いけど。バーリお高いけど。ヘアビューロン。パリ高いよ。普通にやばいよ、この高さ。なんでこんな高いんってぐらい高いよ。ヘアビュー、これ5万円しますよ、多分。5万円ぐらいしますよ。やばいよ、本当に。誕生日プレゼントでもらったんです。もうありがとうございます。本当にもう本当にさ、高校生の頃からずっと欲しかったからさ、嬉しい、嬉しいでしかなくて、ほんまに最高。え、てか聞いて、昨日さ、私新しいさ、シャンプー買ったって言っとったじゃん。めっちゃ良かった。なんか匂いは私はあまり好きじゃなかったんだけど、もう本当に質感が最高だった。マジで。おいくら？花誕生日まだ、まだ咲いてる、まだ咲いてるよ。咲いてる咲いてる。美容師って日常でドライヤー何使うの？え？日常で？日常だよ。でも私さ、美容師になってないからさ、あれだけどさ、私サロニア使ってる。美容学校の時に使ってたドライヤーもあるけど、サロニアのやつ使ってるよ。そうそうそう、そんなするよ。そうだよ、お前もする。なんかこれは髪がツヤツヤになるんだって。そう、なんか髪がツヤツヤになって、なんかダメージがないみたいな。髪にダメージをあげれないみたいな。髪刺さってもアイロン変えた。いや、変えてないよ。今日から変えたんよ。今日から変えたの。今日から変えたの、今日。今日届いたんよ、これ。そう。髪サラサラなのは、あの、あれがなくなったから、ブリーチ毛がなくなりました。ブリチータ。ブリーチ毛がすべて消えたんです、私の髪から。嬉しいことで、ブリーチ毛がすべてなくなりました。35センチ切ったからさ。ツツツ、うん、ケンちゃん、ザランビューたくさんのファンの方がもういつもたずやから、誕生日ね、嬉しいよね。かわいい、今日さん仲いいよね。そう、そう、そこ大事。今日届いたっていう大事。私まだまだ残ってる、ブリーチもね、残るよね、本当に。本当に最高ですよ。残ってる。そうだよね。残っちゃうよね。いや、もうね、バッサリいったらね、いいよ。バッサリ、バーンって。バッサリいったらね、こうなりました。しかもなんか、切る前もね、結構サラサラだったの。
そう、なんかね、落ち着いて髪が。なんでだろうね。いいもん持ってんや。いや、それな、ほんまにいいよね、これね。もう本当に嬉しい。もうこれはマジで、もう本当に嬉しすぎてやばいの。そう、ブリーチがしかなくてバッサバサ。いやもうね、ブリーチが仕方ないと思う、マジで。私もブリーチ3回やってるけど、やってたけどね、その時は死んでたよ、髪の毛ほんまに。笑ってるし、髪強すぎる、本当？強い？私は全然髪強くないんだよ。そう、髪切ったからね。今日は日向坂46さん、さっき正気に陽子ちゃん、そう、本当嬉しい、それ嬉しいです。綺麗、本当？ちょっと若干の外羽にしてみた、どう？似合う？綺麗。昨日美容院行ってやっとブリーチがなくなったけど、久しぶりに髪染めたい。うわ、ブリーチがなくなったら髪染めちゃう？染めちゃう？でも分かるよ、その気持ち。私もちょっとブリーチしたい気持ちあるよちょっとなんかあのホワイトピンクっぽいやつをやってみたくて、本当に人生に一回、人生に一回やってみたいんです。美容学校の時、私なんか全然しなくて、髪の毛結局もうすぐ直しちゃったり、すぐ黒にしちゃったりしてたからさ、もうなんかちゃんとやっとけばよかったって後悔しました。美容師になったらさ、美容師で働き始めたらいろんな髪型をするんだとかめっちゃ決めてたの。だからさ、なんかね、ならなかったか、しなかったんだよね。最近パーマ切り落とした。あ、そうなの？パーマね、パーマでもいいよね。はいいと思いますよ。でも響は男性の髪とかだとなんかパーマもいいんですけど、ストレートのなんかなんだろう、あれが好きなんですよね。ストレートのバチバチセットしてるのも好きなんだけど、何、ちょっとなんかわかるかな、ニートっぽいじゃないけど、ちょっとやさぐれてる感じ結構好きですそう、なんかセットしてんのかセットしてないのかみたいな、ノーセットとか結構好きなんですよね髪質うどんみたいだから、え、私好きになっちゃう。私横顔出したい、ほんと横顔可愛くない。私カラーにはまるとなかなかやめられない。そうだよね。私あんまカラーにはまんなかった人なんだよね、似合わなすぎて。しかもなんかもうケチって、響きケチって、なんかちゃんとした美容室に行ってなくて、だからなんかね行ってなかったからあれだったね、悪かったんだよね。卒業後に美容室してたら髪お願いしますね、ワンチャンしてるかもしれないですよ。でもさすがにやってない気がする。私アイドル辞めたら何してんだろう。でも私はアイドル辞めてもやりたいことがあるので、アイドルでなんか実績を残したいなって思ってます。そう、芸能界でやりたいことがあるんですけど、響きは。そう、毛利名人さん、キラキラありがとう、ワイルド、ありがとう。自分の担当美容師ハイトーン、そうなの。モニメイケンさん、キラキラありがとう。ノベルザラビュー。昔のプリのあの髪型すぎる。え、どれ、あのあれかな、髪の毛ちょっとピンクっぽいやつかな、なんか染めてるやつかな。モニメイジーさん、キラキラありがとう。昔髪伸ばしてた時はセルフブリーチしてた。セルフブリーチやばいね。ね、私もね、一回インナーの時してたよ。モニメイジーさん、キラキラありがとう。重要だよね。え、わかんないけど、やりたいことはあるんですよ。てんてんてん。モニメイジーさん、キラキラありがとう。どう見やすかと思って、どういうこと？モニメイジーさん、キラキラありがとう、たくさん。たくさんありがとう。急にびっくり。ありがとう。
くり。ネイモスターありがとう。人生目標あってかっこいい、本当。え、でも結構私今年はやりたいリスト、やりたいことリストを今日考えてて、そう、やりたいことリストを考えてます。そう、なんか今年は本当に有意義に使おうって思ってる。なんか無駄にしないようにしたいなって思います。なんかもう今年から気合を入れ直したいかも、アイドル以外のことでも。プライベートも充実させたいと思います。旅行とかに行きたい。私は韓国旅行に行くのが一番の目標です。私がね、今やりたいことを書いたんですよ。今やりたいこと、2024年やりたいことリストね。韓国に旅行に行く、5キロは痩せる、九州のお仕事をやりたい、昇格をしたい、いいドライブ、広島でやってないのでやりたいとか、まあ、他にもいろいろあって、まあまあ軽くですけど、これはまだまだあります。だから2024年で何個か叶えたいなと思ってます。だから絶対叶えます。リカ神ありがとう。モニメージーさんキラキラありがとう。アタクさんありがとうございます。じゃあこんばん、今日も安定の会社でアクション仮面ついて、そう怖いでしょ、キンさん。ありがとう。バズオーって。モーリメイジーさん、キラキラありがとう。怖いでしょ。ヒーチャーが成長してる。ヒーチャー先生の中泣かれてる。成長してるでしょ。そうだよ。そうだよ。いや、成長してないけど、別に。別に成長してないけど、成長してるんかもしれない。そんなにしないようにしようと思ってますよ。旅行いいでしょ。行って、何来るんですよ。何キラキラたくさんありがとう。写真集忘れてる。いや、今年はね、なんだっけ、今年はっていうか、なんか写真集とかは絶対に今私が出したとて、今年以内に私が出したとて、なんかやっぱり見てくれる方は少ないと思うんです。だからなんか響きがめっちゃ今よりもっともっと人気になってね、写真集おめでとうって言ってくれるぐらいの人にならないとね、いけないかなと思っておりますので、写真集はまだですね。ちょっと写真集は今年の目標ではないです。私も韓国同行したい。同行してください、ぜひ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 同行してください。いや、韓国マジで本当に行きたくて、そうだからお金を貯めます。お金を貯めたいです、少しでも。全部かっこいい、ほんと。マリメイジさん、キラキラありがとう。長崎でなんかお仕事できたらいいの、ほんとにしたい。絶対食い来て、ほんとに。もう九州のお仕事はほんとにやりたくて、そう、長崎とか福岡もさ、もう2年間も住んで、結構住んでたから、九州のお仕事やりたいなって思いますね。長崎は特に。マリメイジさん、キラキラありがとう。絶対来てね、長崎でするとき。なおちゃん、ノート書いて偉いでしょ。もう日記もちゃんと毎日書くことに決めたので、ちゃんと続けます。マジで今年は日記を毎日書くのも目標です。はい、なんかそう、少しでもね変えたらいいかなって。私も韓国連れてって、行こう、みんな行こう。韓国。みんな行こう。なんで韓国行きたくて。飛行機怖いけど、行きたい。森明治さん、キラキラたくさんありがとうございます。2025年は何単に、出たいね。出たいね。なんか大きい夢だけどさ、まあ、口にしていった方がいいよねっていう。ありがとう、キラキラたくさん。広島の最初のドライブは、漢字が読めない。漢字が読めないな、ちょっと、それ。モニメイジさん、キラキラたくさんありがとうございます。びっくり。今出しても10冊は買いますよ。本当ですか？本当ですか？買ってくださいよ。20冊以上買う。本当に？本当にやってる。10冊以上買ってください。今今年は出せないですけどね。当たり前に出せないですけどね。ありがとう、キラキラ。モニメイジさん、ありがとう。いいちゃんの2024年も今日響いて、本当？嬉しい。
やった。モニメジーさん、キラキラキティちゃんの人気になれる、本当？まあ、その時にね、撮っておきたいと思います。そう。でも今年は出せないので、そう。もう今年はね、もっともっと去年以上にね、知ってもらいたいですね、私を。キラキラ、すごい、なんかキラキラがありがとうございます。すぐ、神ありがとう。ネイビーさん、キラキラありがとう。みずきさん、ラビュー。ターンテージだよね、ほんまに。え、モリメイジーさん、あ、たくさんありがとう。キラキラがすごい、ありがとうございます。自作するくらい、ほんと、買うよ、ほんとに。みんな、嘘ついてるでしょ。船で行かないよ。モリメイジーさん、キラキラたくさんありがとう。響き。響き。響き。読めないな。エビさん、ありがとう。サラヒー、アクション仮面だよ。マリメイジさん、キラキラ、ありがとう。ニャシャンパルクで会った写真集、サインください。写真集サインください。いやいやいや。写真集も出してないし。マリメイジさん、キラキラ、ありがとう。それじゃあ、私は今年中に写真に行きたい。行ってください。行ってください、それは。でも、じゃ東京も行きたい。東京もお仕事じゃなくて普通にプライベートで行きたい。東京にさ、もう出演に入ってから5回ぐらい行ってるんですけどね、なんか遊びに行くわけじゃないからさ、ちょっと遊びに行きたいなーって気持ちではあります。大阪とかもね、お友達もいるから普通にお友達とも遊びたいんですよね。私さ、シティに入ってからろくに友達とちゃんと遊んでないので、そう、めっちゃ遊びたくて、めっちゃ遊びたいんですよ。遊んだお友達、なんか本当になんかさ、なんかこのお仕事してるとさ、全然さ、あの話題が違ったりもするからさ、あのね、しかも元々さ、私連絡あんま取らないタイプなんですね。だから、あ、友達ないとかなっちゃうんです。もう悲しくなるじゃん。そうだから。でも誕生日ね、友達からね、あの、LINE がたくさん送ってくれてね、みんな嬉しかったんですよ。本当に。あ、響き友達いたと思って。めっちゃ嬉しかった。そう。すくはとありがとう。イメージさん、ありがとう、キラキラ。すくはとありがとう。リビさん、神ありがとう。サヤバーガー、もう一度食べたい。食べてください。もうサヤバーガー美味しいもんね。かやがね、かやが美味しいよね、ほんとに美味しいよね、マジで美味しい、ほんまに。モリメイジさん、キラキラありがとう。ピーナッツさん、ピーナッツさんじゃないわ、STDさん、ピーナッツありがとう。私も長崎旅行行ってみて、行ってみな、マジですごいよね、キラキラありがとうございます。たくさん、モリメイジさん、 X の小6の卒業文集を見て感激しました。嬉しい。ネチータね、キラキラ綺麗だね、ほんと。ありがとうございます。モーリーメイジンさん、なんか、びっくりだ。あ、ありがとうございます。もう嫌ってほどひーちゃんことしてん、大丈夫ですって。サンキュー、写真集、一番目指しましょう。目指したいよね。モーリーメイジンさん、キラキラ、ありがとう。すぐ結婚して、ありがとう。しないけどね。しないけどね。ありがとう。モーリーメイジンさん、キラキラありがとう。東京来たよね。来たよ、私も。スケザナンピュー、ネズミランド行か、行こう、行かないよ。もう来ないんだけど。モニメイジさん、キラキラありがとう。モンちゃん、クワちゃんありがとう。ハネタイ、またハネタ送ってみようか。送って送って。スーくん、神ありがとう。モニメイジさん、たくさんありがとう、キラキラ。なんだかんだ、ステイ入ってくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。意外でしょ？そう。マジ。モーリーメイジーさん、キラキラありがとう。最終の差が出る出ない出ない出ないですよ、そんなに。モーリーメイジーさん、キラキラありがとう。友達になってくなってください。もう友達なってくださいよ。モーリーメイジーさん、キラキラありがとう。わさやわさや、ラビュー。モーリーメイジー、キラキラありがとう。去年よしも5回くらい行ってた。え、そうなの。響きないにたくさん来て、麦茶さん待ってるよ。モニメイジさん、キラキラありがとう。トマイちゃん、これからも、ゆびちゃん、よろしくお願いします。お願いします、トマイちゃん。モニメイジさん、キラキラたくさんありがとう、ひーちゃん、お友達。友達、ごっそりする未来が見える。いや、
そのくらいなりたいですよね。そのくらいなれるように頑張りたいと思います。ん、今は絶対無理なんで。森明治さん、キラキラありがとう。同期メンバーがいるやん。なんか、いや、でもさ、同期メンバーもあれだけどさ、もう本当のさ、もう学校ね、学生の頃の友達とはちょっと違うじゃん。森明治さん、キラキラありがとう。もうさ、グーグーありがとう。森明治さん、たくさんありがとうございます。キラキラ、カリさん、ラビュー。もうさ、カバーありがとう。サクちゃん、サクちゃんさん、かわいい、ありがとう。たくさんかわいい、ありがとう。ね、髪の毛かわいい、これ。森明治さん、キラキラありがとう。もうさ、ありがとう。だるま音符もありがとうございます。ありがとうございます。たくさんキラキラなんだけど、嬉しい。え、なんで。私は広島に行きたいけん、お願いします。ブヨンタさん、神、ありがとう。ありがとうさん、ガチのオンライン申し込みしようこと、え、してください。ビッグになります。人間のビッグに受けながら、私は広島行きます。私の目標、絶対来てください。絶対に会いに来てね。はい、髪型良くです。ありがとう、森めじさん。たくさん、キラキラありがとうございます。ありがとうございます。ではね。え、本当にびっくりなんだけど。え、これさ、やばいね、森めじさん。ありがとう。なんか、大量なんだけど。びっくり大量なんだけど。ちょっと、待って。あのさ、一旦、壇上読みますね。で、13位、ゆういちさん。12位、ひろしさん。11位、じいちゃん。10位、STヒーさん。9位、ルパンさん。8位、ツナマヨさん。7位、オグリン。9位、ティーカー。5位、MOTTOL さん。4位、ヨシーゾンビさん。3位、ハゼッチ。2位、小山っちさん。1位は、ドゥドゥン、ドゥドゥン。森明治さんです。ありがとうございます。え、たくさんありがとうございます、森明治さん。ね、びっくりキラキラ出した、超絶。なんか、初めてなんかこんなにキラキラをたくさんもらった記憶があります。ありがとうございます。なんか、これは、んー、びっくりです。びっくり。どうしたんですか？ILYY さん、神、ありがとう。はい。さや、決済完了、ひーちゃん。広島たくさん話しようね。しようね、小山内さん。ありがとう。休みでありがとう。タワー何本分かね。これ、タワーたくさんなの、これ。ありがとうございます。ありがとう。投げキスとか やっちゃったけど。ありがとう。さっきから日本語やばい。やばい？日本語普通に喋ってるんだけど。ねえ、森明治さん、ありがとうございます。たくさん。嬉しい。なんでそんなにキラキラくれるんですか？ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。嬉しい。ありがとう。休みや。ありがとう。いっちゃん、配信ありがとう。こちらこそ。森明治さん、ありがとうございました。本当にたくさん。他の方もたくさんありがとうございます。ケイさん、おやすみ、おやすみ、小山地さん、おやすみ。ありがとうございます、ほんまに。たくさんありがとう、キラキラ。私がキラキラ輝いて見えるかな？このキラキラのおかげで。ありがとう、吉井とみさん、おやすみ。おやすみ、回っていったお姉さん。おやすみ。俺、10歳飛ばされた。まあ、嘘。マジ？言ってる？あれ？あれ？すくん、すくん？では、高橋の名人、どういうこと？輝いてがる。イェイ。バイバイ、みんなありがとうございました。